手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。
その程度か。孫悟空やるな。さすがピッコロだ。オラもちょっと体はなまっちまったかな。おっと、全力で来い。そうやって余裕を見せているつもりだ。余裕なんてねえさ。おめえと戦うんがワクワクするだけだ。減らず打ちよ。ほっ。全力で来い。そろ、オラも体も温まってきたみてえだ。だったら本気を見せてみろ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は必
覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いな、ごはん。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロは、オラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦いてってな。僕戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。張り切ってんな、ご飯のやつ。どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。
もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。ご飯、見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。へん、うん、でも僕ちょっとそうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。わあ、お父さん待ってよ。あれ、ご飯のやつどこ行っちまったんだ。怒られちまうから、寄り道しねえで早く切らねえとな。あっちに用事はねえはずだ。はぐれちまったんか。わりわり。ご飯、僕疲れちゃった、もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、言った。わーい、もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、偉い学者さんになりたい。え、おめ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。
よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は、尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。じゃ、オラがガキンチョの頃やってたやり方、教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よそに行ってる場合じゃねえか。よし。こんなもんかな。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。魚もいっぺいあるし、ちょっと食っちまおうか。僕もちょっとお腹すいてた。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。新鮮な魚はうめえや。僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから、一緒にやろうな。楽しみにしてるね。Thank you.
も着てたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。そういえばお父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。お、サンキューご飯。うち帰る？ほら、もうちょっとこの辺り探ってみてんだが。じゃあ、僕ここで待ってるね。わかった。すぐに戻ってくる。おっと、父の用事済まさねえとな。あっちに用事はねえはずだ。よそに行ってる場合じゃねえか。おっと、父の用事済まさねえとな。こっちじゃねえな。おっと、行き過ぎちまったか。よし。ま、こんなもんかな。行き過ぎちまったか。おっと、父の用事済まさねえとな。こっちに用はねえな。そろそろ家帰る？よし、家に帰るか。じゃ、行くぞ。キンタンよーい。しっかり捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。こいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえとキントンには乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。
し遅くなっちまったかな。母さん怒ってなきゃいいけど。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔を見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。この石をクリリンと探したっけ。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けた俺は飯が食えなかったんだよな。お父さん、今からどこ行くの。無天老師様っちゅうオラが世話になったお師匠のとこだ。ひでえ海があって楽しいぞ。そうなんだ。